大丈夫ですか。はい、音楽それときます。よう来てくれはりましたな。おおきにありがとうございます。全財亭あずきと申します。よろしくお願いします。この3月で78になりますね。もう物忘れがすごうて、物いつも物さこう忘れますね。で探し回って、で何でもないとこ置いてますね。だあれでもう難儀してますねんけど、まあ、そんな物忘れで土地リアル佐々木吉のお話を一つお聞きください。そうだよ、佐々木吉よ。へえ、旦さんお呼びでっかいな。お前に一つなお使いを頼みたいんや。この手紙をな、平川町の平林さんに届けてほしいんじゃ。旦さん、お使い行くのが嫌やさか言うてんのとちゃいまけどね、今時手紙ちゅうたら切って貼ってポストに入れたら指輪さんがちゃんと届けてくれるんとちゃいまか。そんなことぐらいお前に言われんでも分かってるわい。急ぎの用事なんやて、手紙を届けてな、その場で返事をもろてきてほしいんじゃ。へえ、わかりました。ほな行ってまいります。あ、旦さん今風呂火入れたとこだんね。風呂が沸いたら行ってきますさ。今も言うたやろうが、急ぎの用事なんやって。風呂ぐらいわしが見といてやるから今すぐ行ってきてくれ。へえ、ほな頼んます。旦さん風呂沸かすって言ったら難しいんです。沸いたなぁと思ってもそこの方水でからな、そのまま入ると風邪ひいてまいまんねん。しゃけど沸かしすぎてまうと薪も水ももったいないちゅうてもおかみさんからもうここと食らいまんねん。ほんまにお願いしますわ旦さん、風呂沸かすって言ったら難しいんです。ところでどこ行きまんねん。平川町のお平林さんやがな。へえ、わかりました。ほな行ってきます。旦さん風呂沸かすって言ったら難しいんです。沸いたなと思ってもそこの方水でからな、そのまま入ると風邪ひいてまいまんで、しゃけど沸かしすぎてまうと薪も水ももったいないちゅうておかみさんからもうおこごとくらいまんね。ほんまにお願いしますわ旦さん、風呂沸かすって難しいんです。へてどこ行きます平川町の茨城や平橋やないか、そこに宛名が書いてあるやろ。あ、ほんまや、なんや書いておまんな。しゃけどわてな自慢やおまへんねんけどな、字が読まれへんちゅって先祖代々字が読まれへんちゅっても有名でおまんねん。そんなことが自慢になるか。弱ったなあ、字が読まれへん上に物忘れが早いと来てるか。どないしよう。あ、そうじゃ、先方着くまでの間な、平林さん平林さん平林さんとブツ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 言いながら行きながら、ではさすがのお前も忘れへんじゃろう。へえ、ほなら行ってまいります。平林さん、うちの中では言わんでもええんじゃ。平林さん、外へ出たで。お、夜明けの人がいてはる。あっちから来るのも平林さん、こっちから来るのも平林さん。あ、あの平林さんえらい器用やな、自転車でおそばの出前してはんで。お、猫の平林さんがお魚くわえて走っていく。後ろからサザエさん、あ、後ろからほうきか、ほうき持って平林さんが追っかけてはる。
と思ったらサザエさんや。あれ、あそこに綺麗なお姉さんの平林さんが立ってはんだ。誰か待ってるみたいやな。デートかいな。おお、お力人相の悪い平林がやってきおったで。ああ、手つないでいてもたがな。ビビビビビビ、信号が赤だよ。危ないじゃないか。あ、おまわりさんの平林さん。本館は平林ではない、富田林だ。それより見なさい、信号が赤だよ。赤信号では止まる。道路を渡っちゃいかんぞ。赤止まりの青歩きだ。わかったか。赤止まりの青歩きでな。そうだよ、心配だな。もっと言ってみなさい。赤止まりの青歩き、赤止まりの青歩き。そうだよ、よし、しっかり覚えていきなさい。よし、行ってよろしい。赤どまりの青歩き、赤どまりの青歩き、赤どまりの青。なんて読みやったっけな、どないしょう。 あ、そうや、道歩いてる人に聞こう。あ、あっちからお姉さんがやってきたで。聞いてみようか。お姉さん、お姉さん、この手紙の宛名読んでほしいんですけど。まあまあ、これですか。平という字に林って書いてありますね。平林って読むんですよ。ありがとうございます。平林さんですね。平林さん、平林さん、なんかちょっとちゃうような気がするな。他の人にも聞いてみよう。今度はお兄さんがやってきた。聞いてみようか。お兄さん、お兄さん、この手紙の宛名読んでほしいんですけど。おお、これかい。大工の差し家に任しとけ。平屋建ての平に林業の林やんけ。平林と読まんけ。ありがとうございます。ヒラリンさんですね。ヒラリンさん、ヒラリンさん、ヒラリラリラリ。こんな軽い名前とちゃうかったな。若い人に聞いたからあかんかったんかな。それ、今度は年上の人に聞こう。あ、あそこに立派なひげのおじいさんがやってきたで。聞いてみようか。おじいさん、おじいさん、この手紙の宛名読んでほしいんですけど。ああ、これかいな。何、教えてもらったけど違うような気がする。うんうん。で、お主は字が読めるか。何、全然読めない。読めるか読めないかでな、教え方は変えなきゃいかんからな。こういうものな、いっぺんに読んじゃいかん。バラバラに読むのがコツじゃ。一を書いて八、その下に十とあるだろ。で、木材、木材の木が2つだ。だから180の木木とこう読むんじゃな。ありがとうございます。180の木木さんですね。180の木木、180の木。こんな煙たい名前とちゃうかったで。道歩いてる人に聞いたから、もう通りすがりの人はええ加減なことをしようのかな。よし、今度はうちの中にいる人に聞こう。お、あそこのタバコ屋さんにおばあさんが座ってはる。聞いてみようか。おばあさん、おばあさん。はいはい、お使いでっか。どのタバコがよろしおまか。ちゃいまんねん、ちゃいまんねん、タバコとちゃいまんねん。この手紙を読んでほしいんですわ。うん、これかいな。何？何かの人に教えてもろたけど違うような気がする。うん、最初の人が平林さん、次の人が平林さん、
で、さっきのおじいさんが180の黙々さん。飽きまへんな、色気がない。色気だか、一じゃなくて一つ、八じゃなくて八つ、十ではなくて五、木ではなくて木、一つと八つでとっきっきとこう読むんですね。おおきにおばあさん、一つと八つでとっきっきでの、一つと八つでとっきっき、一つと八つでとっきっき、こんなもんきっきみたいな名前とちゃうかったな。どないしょ、黒なってきてもたがな、えらいこっちゃ。あ、そや、こうやって手紙を出しながら全部つなげて言うてまおう。ほんなら誰か教えてくれるかも分かれへんな。よし、もうやけくせや。タイラーバヤシかヒラリンか、180のモクモク、一つと八つでとっきっき。タイラーバヤシかヒラリンか、180のモクモク、一つと八つでとっきっき。なんかおもろなってきたな。タイラバヤシかヒラリンか、180のモクモク、一つと八つでとっきっき。うわぁ、ようけ子供がついてきよったで。ちゃうんやて、ちゃうんやて、これは祭りとちゃうんやて。もう難儀やな。タイラバヤシかヒラリンか、180のモクモク、あ、一つと八つでとっきっき。もうどっか行ってくれや、もう難儀やな。タイラバヤシかヒラリンか、180のモクモク、あ、一つと八つでとっきっき。おい、なんよ、やかましな。お、そだきちちゃんけ。おい、さだきち、どなしたんや、これは。ああ、けんさん、この手紙の宛名が読まれへんで困ってまんねん。さだきち、これは平林やんけ。ああ、また一つ読み方が増えてもた。